このルーファーのところが、はい、あの開いちゃってて揃ってないように見えるんですけど、はい、どういうことなんですか？うちに習いに来た生徒さんはみんな力ずくでこの辺折っちゃったりとかしてたんで。暮らしのマーケット大学です。今回は富士通エアコンで陥りがちな罠についてお話しいただこうと思います。教えていただくのはこちらの方です。トキオヤックスの松江と申します。よろしくお願いします。お願いします。松江さん、早速なんですけれど、はい、こちらですね、富士通の、はい、このルーファーのところが、はい、あの開いちゃってて揃ってないように見えるんですけど、はい、これはどういうことなんですか？これちょっと陥りがちなんですけど、はい、2枚がまあ滑車で同時に縛っていくタイプなので、はい、その駒がずれちゃうとしっかり締まらないっていうタイプです。なるほど。なのでやり直しましょう。ではじゃあダメな例というか、そうですね、罠に陥っちゃってる状態ということですね、はい、よくあるパターンですね、うんうん、これを直すためには下のルーバーを締めて合わせて差し込みます。でそうすることで一緒の動きがこうできるようになるので、でこの状態ではめてあげます。はい、で動作確認をちょっとしてみると、こんな感じです。綺麗に締まりましたね、はい、なるほど。なので上と下の滑車がきっちりこう揃っていかないと半開きになってしまう。バラバラで染めてしまうと、はいうね、さっきみたいになっちゃうんです、ね。はい、コツとしては下のルーバーを締めるようにして上のルーバーを滑車に差し込んであげる。そうするとしっかり締まるようになります。なるほど、はい、松江さん、もう一つ罠があるって聞いたんですけれど、はい、何ですか？本体カバーを取るときにちょっと爪の位置がわからないと本体カバーを取るのに手こずってしまう機種です。ちょっとじゃあ実際に見せていただいてもいいですか？はい、これ外して一回ちょっと全部ルーバーも外しますね。まず本体のビスを2つ取ります。ケーブルのカバーを取り外します、はいですね、電源のカバーを取るとビスがもう1本入ってます、はい、で通常ですと意外とこうすぐ取れるんですけど、上に実は左右に爪が入ってるんで結構もう固着してるようにこう取りづらいってします。それを簡単に取る方法はマイナスドライバーだけです。この構造が分かってる人はもう簡単に取れるんですけど、上に爪がこの辺ですね、こうですね。で特に天井の際についてるやつは取れづらいんですけど、このロックを2つマイナスドライバーで外してあげれば簡単に取れるんです。その場所はここです、この場所。そうすると天井の際にエアコンがあったとしてもマイナスを時計回りでも逆回りでもいいんですけど少しこう差し込んでねじる、で爪を浮かせる、入れてロックを外します。こっちも同じです。この隙間にマイナスを入れて回す、でここの隙間にマイナスを入れて時計回りでも逆回転でもひねってロックを浮かして外します。ここの爪をかわせばあとはすんなり取れます。普通の、まあ、よくあるエアコンだと、ね、そうですね、ここにこうその爪があるけど、はい、富士通のは実は富士通はここに爪がある。なるほど、はい、ここ外すんですね。うちに習いに来た生徒さんはみんなこれをパワープレイで撮ってたらしくて、
もう力ずくでやってこの辺折っちゃったりとかしてたんで、知らないとかなり現場で直面したら緊張しちゃいますよね。もうガチャ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 って。どうしたらいいのか。取り方が分かればいたって簡単。松江さんお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、今までパワープレイで撮ってた皆さんもこれで簡単に撮れると思いますので、ぜひ試してみてください。この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。コメント欄に一言でも感想いただけると励みになります。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、チャンネル登録の方も忘れずによろしくお願いします。